大谷晋三7月5日から1980年3月9日は、日本の政治家、実業家、参議院議員、帝人社長、日本、ベルギー協会会長を歴任。大谷正子の夫。1918年東京高等商業学校卒。1918年、鈴木商店に入社。1925年、旧帝国人臓器縫いとに派遣され、1945年11月には社長に就任した。以来、参議院議員だった昭和22年から9年間を除き一貫して、トップの座に君臨し、帝人を世界的な合成メーカーに育て上げるとともに、繊維業界のリーダーとして活躍した。議員在職中は、商工、大蔵、運輸の各大臣を歴任。一方で、死ぬまで辞めないが口癖だった、社長在任は26年余りに及んだ。群馬県邑楽郡、讃岐村大字川俣に生まれた。父、王は35歳。讃岐村尋常小学校の校長をしていた。母は、常24歳、埼玉県春日部の本陣杉武の娘である。家は、代々川越の松平藩士で、祖父は、大谷門平といって、柔術を指南していた。大谷が生まれた、讃岐村大字川俣は、館林から利根川の岸に沿う街道筋で、明治の初めまでは、宿場として、本陣もあった。ここでは小学校の教員や巡査が知識階級だった。小学校には数えの8つで入った。尋常の2年になった時に大林と川俣との中間の下に本格的な小学校が新築されて、ここに移った。高小の2年になる時に父が永楽村の尋常小学校長に転任し、今日永楽村大字舞木に移した。1907年、大谷は高小2年を終えた。しかし、家庭の事情により父のところから中学に通うことはできなかった。いとこにあたる高山守江が前橋で敗者として成功しており、大谷はそこに書生として住み込んで、前橋中学に通うことになった。父の世話で1912年4月1日からながら、村尋常高等小学校の代用教員となった。1918年東京高等商業学校卒業。テドロンを導入し、経営危機に陥っていた帝人を瀬戸際で救ったカリスマ経営者として高い評価を受けている。しかし、末期には行き過ぎた多角化が裏目に出たことと、高齢から来る経営能力の低下に加え、正子夫人が経営に介入するなど、その弊害が目立つようになった。社長在任中の1980年に死去、夫人と共に大阪市内のお寺、宝徳寺に眠る。なお、帝人においては、その後、2000年代前半まで、大谷時代の無謀な多角化の事業整理とリストラに追われ、その後始末に、目処がついたのは、大谷から数えると5人目の社長となる暗渠正作の時代になってからである。ABCDE、新帝政治家任明治天明治昭和122ページ、ABCDEFGHIJKL、私の履歴書、第6週133ページ、ABCDEFGHIJKL、私の履歴書、第6週134ページ AB、私の履歴書、第6週135ページ、私の履歴書、第6週138ページ、私の履歴書、第6週141ページ ABC、私の履歴書、第6週144ページ、私の履歴書、第6週159ページ、E の三郎監修、第10版大衆人事録を137ページより、私の履歴書、第6週166ページ、人事更新録7版、もう33、第16版人事更新録を68から69ページより、ありがとうございます。